欧州で10社以上出場してる。欧州っていうのは、欧州、ヨーロッパ全体で10社以上出場してるキーパーの中でセーブ率1位メニャンなんだ。へえ。でもメニャンはあれですよね。本当ドンナルンマと全然違うさ、タイプでさ、もうその影もないっすよね。なんか、めちゃくちゃ熱く鼓舞しますよね、後ろから。初年度であれやれるっていうか、ね、あれでチーム盛り上げてくれるだろうし、あ、だから、ちょっとあれですよね、ナムズデール的なところはありますね。ナムズデールとか、ミニアンとか、若くしてチームの後ろでこう、闘志むき出しになれる感じはいいですよね。僕、カーンとか好きだったんで、静かなキーパーでね、クールで。昔、カニサレスとか好きでしたけどね。ピックフォードはな、軸足グラングランのイメージがあるんで、あ、メニャンか。あ、そうだ、さっきメニャンが止めんのよ。喋るの忘れてた。そう、ゴールキーパーがね、すごいっていうのは大事ですからね。あ、ボトムはミラン来るんでしょ。そう、メニャンがね、あとメニャンはコーチング多分うまいっすよね。そう、メニャン、カルル、トモリがめっちゃ声掛け合ってんの見ましたね、今日ね。